クデワタン通りとラヤサンギガン通りの交差点クデワタン。村は、インドネシア共和国バリ州、ギャニャールケムウブド郡の村。ウブド郡の中心である、ウブド村の西にあたるサヤン村のさらに北に位置する。村の東には、ウォス川が、西には、アユン川が、渓谷を刻んでいる。アユン川の対岸は、バドゥン県である。このように、村は、東西にそれぞれ深い谷を持った。 南北に長い絶上大地の一部に位置する。南隣のサヤン村とは、クデワタン通りが南北に通じ、違いが切れ目なく続いている。ウブド中心部から西に、ラヤウブド通りを通ってボス川を渡ると、サヤン村の東部にはいるが、この付近をチャンプアンという。さらにこの道を北に進むとクデワタン村の東部に入り、ネカ美術館を中心として、多くのギャラリーが並ぶ。 ネカ美術館は、絵画コレクターのステジャネカが所蔵していた絵画を、6つの展示館に展示する美術館である。チャンプアン通りは道なりに西に向きを変え、ラヤサギガン通りとなって、ルンシアカン地区を貫く。この道がクデワタン通りに突き当たったあたりが、クデワタンの中心街である。この道沿いにはホテルが建てられ、ウブド観光の一翼を担っている。ありがとうございます。